さあ、姿が見えてきました。それではフレッシュカドリールスタートです。さあ、始まりました十和田中央学館のコースショー2018。皆様大変お待たせいたしました。カドリールコースショートップバッターはフレッシュチームの皆さんです。虹をイメージしたカラフルな衣装を身にまとっての入場です。皆様どうぞ大きな拍手をお願いいたします。このチームは新米スタッフの村井先生率いる企画課の乗馬歴1年生のフレッシュな会員さんで結成されました。皆さん数少ない練習時間の中で少しずつ技術を積み、今回の発表会のために頑張ってきました。どんな演技を披露してくれるのかとっても楽しみです。先頭を切って走るのは赤い衣装十和田乗馬クラブスタッフ村井すみれ。乗馬は俊敏。真っ白なこの馬はカドリールに出場する馬の中で最長で18歳の女の子です。馬の年齢を人間の年齢に例えるときは馬の年齢にかける4をします。つまり俊敏は何歳か皆さん計算できましたか？俊敏は72歳ということになりますね。そしてこの俊敏のような毛色のことを月毛と言います。光に照らされると光沢が出て綺麗なんです。村井先生からコメントをいただいています。チームの皆さんとたくさん練習をしました。選手の皆さんも観客の皆さんも楽しんでくれたらなと思います。一人一人が力を合わせて一つの演技に挑戦します。どうぞよろしくお願いいたします。とのことでした。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。続いて、2番手を走っているのはオレンジ色の衣装、セリグチリコ。乗馬はロゼット。全身茶色で、顔には白い線が入っているこの馬は、今年10歳の男の子です。このロゼットのような明るい茶色の毛の色を、フリゲと言います。光沢があって、綺麗ですよね。ロゼットは普段、おとなしくて、走るのもゆっくりなのですが、今日は頑張って走ります。パートナーのセリグチさんは乗馬歴8ヶ月、三沢市から通っています。セリグチさんから一言、頑張りますとコメントをいただきました。ありがとうございます。続いて、3番手を走っているのは、黄色い衣装、桜庭恵里、乗馬シルビア。白と茶色のぶちげです。小柄ですが立派な大人で、今年12歳の女の子です。パートナーのエリちゃんは乗馬歴10ヶ月、小学校3年生、9歳です。八戸市から通っています。乗馬を始めたきっかけは、去年の8月、やぶさめの大会を見て、憧れて自分もやりたいと思ったからです。そして将来の夢は、葵ちゃんのようなやぶさめの選手になることだそうです。ぜひ夢を叶えてほしいですね。エリちゃんからコメントをいただいています。みんなで列を揃えてシルビアと一緒に頑張りたいですとのことでした。皆様応援よろしくお願いいたします。さあ続いて4番手を走っているのは緑の衣装、久保田瑠璃、乗馬ニータ。少し小さめの茶色い馬です。この馬は北海道和種ドサンコという品種で、日本古来の在来馬にあたります。パートナーの瑠璃ちゃんは乗馬歴11ヶ月、木下小学校6年生、12歳です。奥入瀬町から通っています。お家では犬を飼っていて、お母さんはなんと警察犬のドッグトレーナーなのだそうです。そんなルリちゃんの将来の夢は警察官になることだそうです。将来が楽しみですね。ルリちゃんからコメントをいただいています。みんなで練習したのが楽しかったです。練習中少しうまくいかないところがあったけれど、カドリール
ございます。続いて5番手を走っているのは青い衣装、深田彩香、上原、内家の馬の少し大きい方です。12歳の男の子です。シルビアとよく似ていますが、ランプの方が茶色の模様が大きくて首や足が太いです。2頭は他にどんなところが違うのか皆さんも探してみてくださいね。パートナーの高田さんは青森市から通っています。青森市は遠いのでなかなか頻繁に来ることができないのですが、本当はもっと乗馬をしに行きたいと話してくれました。カドリールでは見に来てくださった皆さんに楽しんでもらえるように演技に集中して頑張りたいとコメントをいただきました。皆様たくさん楽しんでいてください。そして最後尾を行きますのは紫色の衣装、上村のり子、上は深く、体は茶色、尻尾と縦髪は黒、今年11歳の女の子です。この深くのような毛色を鹿の毛と書いて影と言います。パートナーの上村さんは上馬歴8ヶ月初日から通っています。深くについて、やぶさめの時走るのが速くかっこよくて好きだと話してくれました。もっと乗馬の技術を磨いてカドリールでは列を乱さないように頑張りたいですとコメントをいただきました。今後もぜひ乗馬を楽しんでほしいです。ここまでフレッシュカドリールチーム人馬の紹介でした。ちなみに今紹介しました大馬さんたちなのですが、伝統の春輪をはじめ日本古来の在来馬、北海道馬種ドサンコの血が入っています。現在日本ではドサンコをはじめとした在来馬は1種類しかありません。そしてそのほとんどが存在する地域で天然記念物に指定されています。ここ熊田乗馬クラブでは本田和芝を活用してやぶさめを教えています。それとともに日本だけでなくやぶさめを世界に広めようと日々活動をしておりますということで、本日午後から行われるやぶさめ競技もぜひご覧になってみてくださいね。走行しているチーム、練習チームラストスタートに入ってきました。どうぞ本日は熊田乗馬クラブボースショー2018、最後まで心の行くまま、気の向くまま、思う